非常に楽しかったです。一言ですか。まさか自分がこんなことをまあするなんて夢にも思ってなかったし、最初ちょっと若干戸惑いがあったんですけども、なんか 2,3 日こうやってるうちに皆さんのなんか熱意というのはだん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 伝わって、これ絶対成功させねえかなと、そういうような気持ちになったんですよね。まあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなんか加藤さんもなんか一言あれですかね。何ですかね、すごい不思議な撮影でございました。なんだろう、なんか撮影の仕方もだし、トラオさん普通の俳優じゃない人とやるのもすごく新鮮で、そしてこんなにスタッフがいっぱい入れ替わる現場も初めてで、なんだかいろんな意味で思い出に残っておりますが、でもなんかその石川の聞き込みとかいっぱいして、現地の人にいっぱいお話しする機会があって、それがなんかみんなあったかい人たちでいいなってすごく思いました。完成を心待ちにしておりますが、まだ終わってないので、私はまあ 再現とか、アコシーンのプールのやつってどうするんですかとか、これからですね。それって私ですか、違う人ですか。いや違いますね。じゃあ私はあの泳ぐシーンがあるんで、あの再現のやつですよね。そうですね、もう一回聞き込みが、あ、そうそう、再現役者さんでもっと同僚コーチをやります、はい、何よりトラオさんっていうとってもとっても魅力的な方とご一緒できたのがすごくなんだか温かい気持ちになりました。ありがとうございます。どうも褒めていただいて、運転がめちゃくちゃ上手い、運転が上手いし、なんかいろんなおしゃべりしたんですけど、その事件、自分の関わった事件とか、奥様との馴れ初めとか、なんで警察になろうと思ったかとか、いろいろしゃべって、なんかすごく人としての魅力がある人だから、とても主演らしくて、楽しかったです。褒めすぎです、これは褒めすぎ。じゃあ褒めないところを頑張ってひねり出して、悪いところを頑張って言うと、こんなとこダメやったって言うの、あー、これなんかいちいち何点ですかって聞いてくるところの芝居演技何点ですかねって聞いてくるところが聞かなくていいし、答えるもんじゃないからっていうのが、でもなんかなんだろう、私より全然人生の先輩なのに可愛いなってなっちゃった。リプにも一言、一言さんいいですか。エンドレスでした。一言、あ、そういうこと、ね、止まり込みましたね。斉藤さんも一言いいですか。すごくいいシーンが撮れたと思いますので、完成を心待ちにしてます。じゃあ以上で、じゃあ、トラオさんと出会ってから、まあ多分1年半ぐらいは経ってまして、映画化しようとしててなかなかできなくて、まあ、本当にやっとこうしっくり自分の中でいく話というか流れができて、まあ、結構本当に満を持してといいますか、すごくこう心に、ずっとなんですね、秘めてたものがやっと出せたっていう、まあ、解放感がありまして、まあ、撮影一応金沢パート終わりまして、まあ、とてもなんか清々しいというか、まあ、気持ちいいなという感じですね。で、まあ、まだ先は長いんですけども、なんか、まあ、みんながこう関わってよかったなと思えるものになれば、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、あと本当にトラオさんの映画なんで、トラオさんの生き様がちゃんと描ければと思ってますので、という感じですかね。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。